こんにちは、おじさんでーす。すいません、電源入れ忘れてました。今から始めます。あー、でもダメだな。今、遅よるな。ダメですね。今、襲ったな、合わせ。すぐのことには絶対ならんけど、襲って当たり前じゃけ。一番最初の時が不思議だったぐらいじゃけ。あ、ほんまに、うん、そうそう。だけ普通はああなんだって。で、その喧嘩が疲れてからようやくとかで1時間後、2時間後ぐらいからっていうやつやけ。うん、3時間かかるときもあるし、隠れたな。うん、言うつつかれたけな、下行ったら。やっぱり関係なかったんや、初め要するに分かってなかったいうことか。そうじゃろ、初めてやったけじゃろ。戸惑っとったんかもわからんの。だから、さあ今からどうするか。腹つつかれたけ逃げたな。逃げた？うん。腹か、うん、腹だと思うかな。パッとつつかれたけ逃げたな。こんなもんでしょ。ちょっと電気ちょっといっぱいだけ苦労しようか。こっちの青を切ろうか。ダメじゃん。これは1ヶ月ぐらいかかりそうだな。いや、わからんじゃけど、それもうタイミングよ。あー、あと絶対メスやのと思うとるの、あと3匹はおるけ。うん、交代でやらすか。うん、もう諦め、かわいそうじゃん、もう諦めたらもう終わりだ、うん、まあじゃけ、よう覚えとった方がええ、あんも自分でやった時にそんなになるけ。まあ根気、見る方も根気だしね。親子が日光か、どこテレビの方気になってみようと。ああ、どうした。いや、どこなんだろう、この場所になってみよう。はいはい、をかき氷。まあとりあえず1時間ぐらい様子見てみます。呼びおりは呼ぶんじゃがな、あいて呼んでもの来た時にやるけん、うん、そうそう、呼びはするんじゃけど、ほらメスもこれ今あれとか言って、またあれした、うん、この手のパ、昨日と一緒のパターンじゃな。これをずっと繰り返しとんだろ、要するに。そうよ、ほうじゃろ、こういこういこう、一回うまくいきそうじゃったんよ。1回か何回かあったんよ、うん、メスが近寄っていって、ほんでオスも近くにおっても真横におっても、ほんでそれでクロスが大体始まるんだけど、クロスいうか、まああの交尾、うん、始まらんのよ。始まらずにそのまま失敗して、どっち、あのオスがイラッとしてからバーンと、あれだけわからんと思う、うん、しょうがない、もうメスはもうまだオスがやられんだけでもいいかなとかと思わんと、まあ、オスやられたらはもうやる気がのうなってしまうから、どうにもならんで、ヒレまでちぎれたら、やっぱもう全治1ヶ月どころじゃないけね。うん。うん。おさまでは全くやられてないけ。やっぱオスがそこの出すときってメスが困んのじゃん。うーん、こんなちっちゃうても、あのうちのボスがやられるぐらい。いうか、メスになるんじゃない。ああ、そうなんかな。うん、ただ単に、だけ分かりやすいんじゃない。オスはオス同士だけ喧嘩する。あ、やっぱりメスはメスになるんじゃろ。だけ兄弟で行同士の喧嘩はようやりよったじゃん。だけこれぐらいってそんなよ。だってわし昨日も言って、ちょっと横つつかるだけだから、大げさなように飛び込み、飛び逃げおらんかった。だけどわしびっくりしたもん、最初見た時。いや、兄弟喧嘩ってそんなことないじゃん。やられたらやり返してるじゃん、結構。ちょっとだけ、付き合いがあんなんじゃないけど、まあ、あの、ちっちゃい時のじゃけんの、うん、もうここまで大きいなったらわしもちょっと入れてないけど、どんなんなるか怖ってか。うん、いや、ちょっと混んでたら大騒ぎしおるけどな、多分。メスに変わるんかなと思ってみようたんよ、わし昨日じーっと見てから。急にだけメスに変化するんじゃろう。じゃけ兄弟だけ塩らしくなる言うんじゃないけど、わかる言いたいこと。メスに変化するんじゃろうな。これぐらいなら大したことないだろうな、いうのが急に引っ込むようになるけ。おとなしくなるけ。いや、こんなになると思わんかったのが、そこで、じゃあまた何かの表紙に戻ったら本格的に変化するんじゃない。あ、お前見たんじゃろ。見たよ。ほうじゃろ。それがメスか、メスから外れた時じゃろ。いや、もう何回も失敗しよったんや、やるよ。
うん、でメスが頭に来てから前回はな、うん、だけどまだ最初の段階だったらメスの段階なんだろうな、これまだつついてあれぐらいだと思う、うん、かわいいんだけど、ね、呼び寄るだけなんだよな、呼んで聞いたらだやさっきやったね、きもう呼んだけ行ったんよ、行ったらパカッと行ったな、だけど多分あれぐらいでなんであれかないんだ、多分メスに変わるんじゃないかな、うん、のような気がせ、わしなんかそんな気がしたもん、昨日見ようて。あ、メスに変わったって感じで。だけど、兄弟喧嘩とかとちょっと違うんよな。兄弟喧嘩をうつつかれて。あれを見てから、あれなんかな、合わせを見てあれなのかな。メスに変わるんかもね。メス、合わせに興味を持ったところで。わからんね。これオス同士やったら多分喧嘩するはずだけど、随時。だけどメスに変わるかお塩らしくなるんだろう、急に来い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 って誘うんだけど、いざ来たら怒るよな、意味が分かる、でもそうなんだろ、そうそう、だけどこのメスに変わった瞬間がすごいよなって、で昨日もオスも何回もだけ誘いに行ってもそれでもやるやったけんな、そうじゃろ、で誘ってきたらいきなり攻撃するんだろ、バカーンって、お上がってきた、上がってくるけどほらほらな、やべえ思うんじゃないか、メス、いや、よく今のはつつきよった、わからん、なんかちょっと、でもちょっとはつついたと思う、取り押さえようとするようにも見えんこともねえし、はい、だけど触られたらにメスも逃げるじゃろうな、びっくりして、いや、多分傷ができたと思う、もう2発は苦労と、やっぱりあの引いた穴があれが隠れ家になってる、すごい、あ、隠れた地で様子見よるよな、うん、オスがやっぱりメスになるけやっぱり怖いんだろうな、オスの時はそんじゃけあれこじゃけメスになるけオスが急に怖くなるんだろうな、見ると、だと思う、ほうじゃなかったら兄弟喧嘩やったらオスと喧嘩ちょうどだろ、あれも、普通に自分と兄弟と、ほうだろ、で兄弟と喧嘩しようたのに急に専用になるともうメスに変わったんだろ、アワソを見て、ああそうかもしれんな、アワソを見てメスに変わるんかもしれんな、あれでスイッチが入るんかな、メス側に、そうか、わからんね、アワソを見てほうよな、何かのあれがないにゃ、メスにフィッ、あれいきなり変わらんわいな、それか、関係ないんだろ、卵はまだ成熟してないせいかな、関係ないじゃん、あのでかいのは成熟してないことないでしょ、どう見てもでかい、あら、あ、ともかく出たはカップルになるの難しいのは難しい、生半可じゃない、わしが前あの24時間ぶち込んだ言う時もあったじゃん、そんな感じだって、それでも洗脳で、でほんまに繁殖させたやつなんかやっぱりオスもメスもガタガタじゃん、もう、すげえ、最初の分でもダメそうじゃな、だからまあ簡単じゃないけど、まあ何時間か入れとくけど、まあしょうがない、やりだしたらもう後に引けるんだよ、合わせだけは昨日より増えとるな、でも夜はまだあったんだろ、まだあったな、でけ、ここらが全部合わせだったんで、くっついとったん、暴れだけ、
暴れるたんびにぐちゃぐちゃなったからね。まあ、とりあえず一回10分の時切ろうか。もうちょっとなった、うん、ご調査ありがとうございました。またこんな感じです。まあぼちぼちゆっくりとやっています。登録とよろしくお願いします。